マリー・クワントマリー・クワントはイギリスのファッションデザイナーでファッションブランドの名前でもあるマリー・クワントとも表記されるスウィンギング・ロンドンと呼ばれた1960年代にブレイクしたケント州でウェールズ人の両親のもとに生まれるロンドン大学ゴールドスミス・カレッジでイラストを学んだ1955年10月夫アレグザンダー・プランケット・グリーンらと共に ロンドンチェルシー地区のスローンスクエア周辺キングスロード界隈にバザーという店を開いた。1958年頃からスカートだけを短くしてミニスカートとして売り出したところ大ヒットする。ミニとはクワント自身が大好きな英国車、ミニから採用した。同時期にフランスでアンドレ・クレージュもクワントと関係はないがミニスカートを世に出している。 カラフルなデザインのタイツを考案したのは、彼女が最初で、これはクリストバル・バレンシアガにインスピレーションを受けたという。1960年代に入ってから、飛び切り丈の短いホットパンツを考案。化粧品も売り出した。1957年に、上記1号店近くナイツブリッジに2号店を開店。1962年には、アメリカ市場に進出した。 1966年には化粧品のデザインも始め、マリー・クワント・コスメチックスを発表、同年、大英帝国勲章を受賞した。1969年には、ロイヤル・デザイナー・フォー・インダストリーに選ばれ、英国ファッションの多大な貢献が認められ、伝道入りした。日本への展開は、1971年3月から、ライセンス会社マリー・クワント・コスメチックスジアパンを、 通して化粧品を販売開始した。翌1972年には初来日した。以後、現在まで何度となく来日している。1983年には、レオタード、タイツ等のアパレルの発売も開始した。1988年、ミニの内装デザインを担当。現在、全世界のすべての権利は、株式会社マリークアントコスメチックスに移行。 2012年現在日本国内125店舗、本拠地ロンドン、上海にて展開中。ありがとうございます。